世界中から愛されたピアニスト、藤子ヘミング。これは彼女の4年間の軌跡。恋って何だって分かんないからね。彼女が奏でた音色は旅を続ける。恋のが私の宝物、ダイヤモンドじゃなくて。みんな幸せでいてほしい。そして藤子が愛したパリでのラストステージ、恋するピアニスト藤子ヘミング。人生はやっぱり苦しいことがある方がうまくいくじゃないかな。